はい、スタートしました。ウラギチャンネルです。今回こちらですね、U21 日本代表合宿での鈴木彩艶選手についてということで、ゲストは川地義行さんです。よろしくお願いいたします。はい、広島戦のライブに収録しております。はい、UG さんは今だ多分、小田急線の中で大変な思いされてるんじゃないかと。大変ですね。で、早速なんですけど、まずこちらですね、U21 日本代表合宿が9から11。で、そちらを全て取材されたんですか？そうですね、全てでしたね。練習の方も公開されていたということですか？はい、ずっとフルに公開されて、まあ、メディアに向けには公開されてました。で、その取材された川内さんですけども、まず、やっぱザイオン気になるのは U21 日本代表の中の立ち位置というところで、実際取材をされていまして、まず立ち位置、レギュラー争いの部分で正ゴールキーパーなのか、それとも2番手なのか、どうでしょう？間違いなく正ゴールキーパーというか、現時点のファーストチョイスであることは間違いないと思います。で、ライバルいますよね。国防レオ・ブライアンですよね。どの争いはどうなんですか？彼がどういう風になっていくか、向こうでのそのベンフィカでの立ち位置だったりとか、今後本当トップでそうやって絡んでいけるのかとかね、そこがすごくなんか大事で、結局東京五輪の時も大迫圭介と谷晃生あって、結局のところそのクラブでの出場で出てきちゃったじゃないですか。最後はやっぱ谷が湘南でこうレギュラー取ってずっと出たことがやっぱ決め手になってったんで、ここはやっぱりザイオンも今ね、浦和でこう ACL だったりとか、それなりに西川選手とこう競いながら試合出れてますけど、それで十分なのかどうかっていうのは今後あの選手たちがどういう風になっていくかで、今回野沢大使ブランドンっていう、あの FC 東京から岩手グルージャ盛岡にレンタルされてる選手が参加してたんですけど、もう完全な守護神なんですよ、岩手ので。去年 J2 昇格に大きく貢献して、で今年も出続けてるので、彼なんかはだからカテゴリーは J2 かもしれないですけど、やっぱり結構なライバルになってくるのと、あと佐々木雅人、柏レイソルので、彼もうキムスンギュに僕は挑むっていう風に結構強気で言ってるので、それがもう本当にスンギュからね、ポジション取るようなことがあったら、はい、もう一気に変わってくじゃないですか。あんな韓国代表するような人、はい、そうですね、からもしそういうことが、だから本当なんかそれぞれが、ザイオンは西川周作と戦ってるし、その佐々木選手はキムスンギュと戦ってるし、ブライアンはそのベンフィカのそこの厳しい競争の中で海外で揉まれてるし、で野沢大使ブランドは今岩手で守護神になってますけど、ここから FC 時に戻るのかとかね、含めて、はい、で戻ったら薬物を輸出がいるわけじゃないですか、当然。高いですね、壁が。だからそれぞれがなんか本当にそういう中でやってるので、誰がぶち破っていくか、それを。で、そこを破っていく選手が一人でも出て来てほしいけど、ただザイオンに関してはそうは言ってもそれなりの試合確保、出場確保、そうですね。だから西川選手はやっぱ高い壁であり続けるけども、ただその切磋琢磨しながらもう全部ずっと出ずっぱりされてるわけじゃないんで、はい、そういう意味はまあいいかなってところは思いますけど、ただそれでずっと2年後まで行っていいのかっていうところはありますよね。それで周りの選手たちよりもいい位置を取っていけるのかはちょっと未知数ですよね。今パリ五輪を考えても、どっかタイミングでやっぱりレギュラーを奪取していかないと、まあ、西川選手からポジションを奪うか、まあ、環境を移していくかって、いやもうポジションを奪いますから大丈夫です。ポジションを奪いますから、はい。まあ、西川選手も頑張ってほしいですけどね、もちろん。今回のそのミニ合宿の中で、はい、取材されていて、チームの中の立ち位置っていうのはどういう感じでした？キャプテンシーがあるとか、どういうような同年代と一緒にいると、どういう感じなんですかね、杉田さんって。基本、オンザピッチでは、やっぱゴールキーパーって別練習になっちゃうんで、はい、ほぼね。で、浜野コーチからずっと教えを受けてるので、去年まで浦和にいたキーパーコーチ。はい、ただ、そこからこうセットプレーだったりとか、あるいはその11対11のゲーム形式っていう時にキーパーが参加するところで、まあ、かなりこう率先してしっかりこう乗れているので、本当チームの中でのそういうザイオンの位置づけっていうのは悪くないのかなって。今あの世代でのキャプテン格っていうのは本来松岡大輝、キャプテンオブキャプテンだと思うんですけど、ただ怪我しちゃってるじゃないですか。で今回もね、辞退したんで、はい、結局最後は来れなかったんで、であとは藤田ジョエルチマがドバイカップ23っていうのがあったじゃないですか、ちょっと前に。あそこでキャプテンマーク巻いてたんですよね。でもう一人、あのハンダリクっていうセリオ山形の選手がリーダー候補でいて、あとセレッソ大阪の西尾選手、はい、センターバックの、まあ、彼もそういうリーダーシップって意味ではすごい大きな存在なんですけど、あだまあそういった選手たちがいる中で、ただもう本当ザイオンもまあリーダーの一人ですよね。浦和でも今年から若手キャプテンという新設されたポジションでやっておりますので、新選手としても本当にこう一人で引っ張っていくかって感じは全然ないですけど、リーダーの中の一人ではあることは間違いないです。実績含めて同年代だったらそういうポジションになっていきます、ね、まあ、そうですね。東京五輪もね、あの控えとはいえ経験してますからね。でその中で取材をされていて、こちらが松木玖生の水松木玖生の水ってなんだみたいなこれ何なんですか松木玖生選手が選ばれてますけど、松木玖生選手
が水がどうしちゃったんですか。どういう感じ鈴木ザイオンと関係あるんですか。最終日に全日本大学選抜とのトレーニングマッチが行われたんですね。でその1本目におそらく主力候補と思われるメンバーが出まして、でまあほぼ大学側に仕事というかさせなかったんですよ。1本目 0-0 だったんで2本目に2点取られちゃうんですけど相手に。でも1本目はそのファーストメンバーと思われる選手たちが本当に優勢なまま進めていて、はい、でザイオン選手は23分ぐらいに交代、35分かける2だったんで、で3人のゴールキーパーなんで途中で3分の1ずつぐらい交代で、その3分の1の中で松木選手がちょっとゴールに近いところで相手との競り合いで倒れちゃったシーンがあったんですよ。今傷んでというかでちょっと立てない状態になってたと。でその時にザイオンがゴール裏のところにあった水をわざわざパッて取りに行って、それを松木にさっと渡したんですよね。あらいいやつじゃないですか。めっちゃそれがねかっこよかったんですよ。その立ち振る舞いがかっこいいんですか。立ち振る舞いがかっこよくて、で松木もなんかちょっと傷んだ後に少しこう立ち上がるところのちょっと直前ぐらいでその様子見計らってパッと渡したんですよね。ちょっと投げ気味だったかどうかちょっと忘れちゃったんですけど、なんかそのでもトスっていうか、はい、パッてなんかもうそのさりげなさがもうかっこよくて、いいものみたいな。気を使えるんですね。すごい。そうですね。だからそういったのはでも本当あの ACL でもやっぱあれだけこう暑い中で、うん、やっぱこうこまめに水を取っていかなきゃいけないところでも学んだと思うし、うん、だから本当そういった時に本当パッとなんかそういうことができる選手なんだなってなったんだなって。いい選手ですね。だからそれだけ落ち着いてるし、だ試合の中でゴールキーパーってセーブもちろんね、はい、シュート止めることも大事だし、ビルドアップでね足技見せることも大事だし、でもやっぱりそういったこう合間のところで落ち着いてることがもう本当に一番大事なんですよね。今の話聞いてると人間性も素晴らしいですね。まあ、人間性もともと素晴らしいと思うんですけど、本当なんかさらに浦和だったりそれ ACL、うん場だったり、うん、あるいはその西川周作選手とってこといることで、まあ、学んだというか成長してるんだなっていうのはそういったところにも現れてるので、本当ゴールキーパーの立ち振る舞いってーコーチングもそうですけど、うん、一歩一歩の動作がやっぱフィールドの選手にこう勇気を与えたり落ち着きを与えたりするので、うん、ゴールキーパーがバタバタしたら一番ダメなんですねチームって。ただそういう意味では本当鈴木ザイオンはそこの資質を持ってるぞっていうところがよかった松木玖生だったりね、かっこよかったですよ。なんか2人の絵になりました。すごい貴重な情報ありがとう。こういう鈴木ザイオン今後もパリ五輪代表の中心選手で活躍できそうということで、チャンネル登録していただくと裏木チャンネル編集頑張りますので、よければまだの方はチャンネル登録お願いいたします。じゃあ今日はどうも梶さんありがとうございました。ありがとうございました。